はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。信長の野望創造戦国李氏伝、小野正嗣でのプレイ続きをやっていきましょう。女城主直虎、NHK の大河ドラマに乗っかった企画になっていますが、お家の鳥物語ということで、小野正嗣がね、大河ドラマの中では井伊家の乗っ取り、井伊をもくろんでね、暗躍しているというのが、今メインのシナリオになっていると思うんですが、ここでは、まあ、残念ながら、井伊家、井伊の家に関しては独立したところにはなっていませんので、まあ、今川家を乗っ取るっていうようなね、目的でプレイをしていければと思うんですが、ご覧の通りですね、織田家は滅んで今川がでっかくなっています。あとは武田北条。このあたりがね、すごく大きくなってますんで、この時勢に乗り遅れないように頑張っていきたいというふうに思っています。で、今回はですね、朝倉家の攻略を命じられて軍団長に就任していますので、引き続き、まあ、朝倉家攻略に入っていきたいなというところですね。金ヶ崎があり、その先を攻略していくと本願寺もいるっていうような状況になってますんで、まあ、ここはね、他の今川家の武将たちに遅れを取らないようにしっかりと攻略をしていきたいというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。始めろ。出るぞ。もう味方はかなり強力な軍になってますからね。徳川と織田、これを取り込んでいるのが今川家なので、かなりね、強力な軍隊にはなってきています。で、じゃあこの小野正嗣の配下にも誰がいるかっていうと、ご覧の通り勝家とか秀吉とかね、数松とかね、かなり強力な武将が揃ってますからね。では一足飛びに攻略をしていきましょう。ここは遅れは取れないという感じですね。もたもたしてるとね、あっという間にきっと今川の他の武将たちに朝倉領を食い散らかされるっていうね。で、前回最後ですね、まあ、ゴールデンウィークの休みと絡めて、有給の話をしたと思うんですけど、もう一度整理しておくと、まあ、興味ない方がほとんどだと思うんですけど、まあ、自己満足のためにね、ちょっと話をしておくとですね、僕の会社、今勤めてる会社は、年間の有給休暇の支給が、まあ、勤続年数にももちろんよるんですけど、まあ、もう僕も勤続長いので、マックス21日もらえますと。で、年間の有給休暇は、前年、までの繰り越しと合わせて、42日まで貯められるということで、まあ、42日あるという状況になります。というのも、まあ、毎年21日間の有給の消化ができていないというのがあって、必ず21日支給されると前年分と合わせて42日の状態になるんですけど、まあ、このね、42日の有給休暇、まあ、そもそも有給休暇って労働者に割り当てられた権利だろうとかっていうふうに思うと、実はその調整の上で休むっていうのがね、有給休暇の位置づけになっている部分もあるんで、例えば今日の明日絶対有給取りたいって言っても、上司の承認が下りない可能性もあるんですよね。まあ、今まで有給休暇取りたいと言ってその承認が下りなかったってことは実は僕はないんですけど、まあ、可能性としてはもちろんそういったこともあり得るわけで、とはいえですね、有給休暇、例えば1ヶ月前に申し出ていて休めないっていうのは逆に僕おかしいじゃないかなと思うんですよね。って考えると、少なくても、まあ、ある程度余裕を持って休むっていう前提で、もっとね、みんな休んでいった方がいいんじゃないかなと思うんですね。有給休暇の消化を 50% とかじゃなくて、まあ、どの会社も原則 80% 以上取れるようにするとかね、そういうふうにした方が、
よっぽどプレミアムフライデーとかっていうわけのわからない制度をこう持ち込むよりいいんじゃないかなと思うんですよね。あのプレミアムフライデーに関しては全く機能してないんじゃないかなと思って、プレミアムフライデーをね活用されているあの視聴者の方がいればね、ぜひぜひ教えてもらいたいぐらいなんですけど、少なくとも僕の周りでプレミアムフライデーを楽しんでいる方っていうのはね、皆無に等しいですね。何なんだプレミアムフライデーはみたいなね、そんな感じですよね。表情を始めます、報告いたしますぞ。一乗谷がちょっと落とせないか、これは兵を返しましょう。戻ります。まあちょっとずつちょっとずつ朝倉も進行していかないといけないかな、朝倉流も。なので本当に、ね、有給休暇ガシガシ使っていきたいなというところなんですけど、報告いたしますぞ。まあ、このチャンネルご覧いただいている方、まあ、学生の方、学生さん、あるいは社会人の方、いろいろいらっしゃると思うんですけどね。うたちゃんが生まれたんだけど、これは姫にしておきましょうか。でこの姫を今川とかに嫁がせられることができれば一番いいんだけどな。本当にね、休みはね、みんなバシバシ取っていって取れるような環境にしてほしいんですけどね。42日有給休暇が全部取れるとだいぶ心も体もリフレッシュするんじゃないかなと思うんですけど、まあ、中にはね、まだ僕の方が今回ゴールデンウィークもだいぶ休んだし十分休んでるだろうっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり有給休暇ね、ドブに捨てるぐらいだったら使っていきたいですからね。なので、まあ、今年の目標は有給休暇を21日少なくとも支給分、今年度の支給分はね使い切っていきたいなと思ってるんですけど、もう浪人が配下に出てきていると言っているので登用していきましょう。であとはちょっとね、この鳴海城はあんまり嬉しくないので、稲葉山を稼働してもらいたいけど稲葉山の稼働は無理か。じゃあ天風はどうだ、鳴海を捨てて稲葉山、ここにしてもらいましょう。これで稲葉山が自分のところになりましたね。稲葉山城の方が鳴海に比べて圧倒的に場所的にも規模的にもいいですからね。表情を始めます。先月の収支です。いやー、立派な城をもらったな、稲葉山城。めっちゃくちゃ人が吹き出しが出てるんで、ちょっと吹き出しを一個一個、おー、信長がいる。ざっとやっていきましょう。野牛十兵衛もいるな。
ちなみに提案途中で信長がいるな、道灌もいる、半兵衛もいる、わこの辺り欲しいな、絶対欲しいのが信長と半兵衛は配下に欲しいけど、必要な発言力が91、半兵衛に関しても63必要か。これは当分は無理だな。ちょっと城下を今ねざっと確認していきましょう。進出はできない、陣所、まあ陣所を作っとく必要もないかな、まあ、人口を増やすっていう目的ぐらいですかね。あとは奨励系で言うと全部奨励済みで、政策はというと目安箱は設置済みだし、他やっておくことあるかな。とりあえず今すぐやりたいのっていうとないかな。小荷田隊も必要ないし、どうしようかな。とりあえずはこれでいこうか。で、稲葉山城の兵力は7000いるね。いや、7000とかになってくれるとだいぶ楽にはなりますね。で、そうなると金ヶ崎を取りたいかな。まず金ヶ崎一条谷あたりが取れるとだいぶ楽になりますね。出陣します、いざ戦へ。まあ、話途中になっちゃいましたけど、というのもあって、なんといっても有給を取って、今年はですね、あとは8月にもできれば海外遠征行きたいなと。で、10月12月と大遠征には絶対行こうと。あと奥さんともね、もう一回ぐらいどっか旅行に行きたいなと思ってるんで、まあ今年は、今年のテーマはもう旅行、有給をできるだけ使う、もう上司とかね、周りの同僚の目は気にしない、あの、いや当然ルール違反のその休み方とかね、仕事のやり方、有給の取り方っていうのは問題あると思うんですけど、少なくとも有給休暇を取りたい1ヶ月前にこの日有給取りたいですと言って有給が取れないっていうのは逆に僕おかしいと思うんですよね。有給休暇はその労働者の権利ではないけど、あの1ヶ月前に行ってそこで有給休暇を取れダメって言われるっていうのは、逆に会社側に僕責任がそこで生まれるんじゃないかなとすら思えるので、原則1ヶ月ぐらい前に僕有給のね申請をするようにしてます。で、そうするとさすがに上司もダメとは絶対に言ってこない、少なくとも今まで1ヶ月前に有給休暇の申請をして有給ダメって言われたことはないので、まあ、そこはこれからも多分変わらず1ヶ月前には多分ね、申請をしていくんじゃないかなとは思うんですけどね、僕も。まあ、1ヶ月前には有給の申請をして、有給を使い切っていきましょう。お命令ください。先月の収支です。報告いたしますぞ。で、稲葉山城は今後も本拠地としてしっかりと作り込んでいきたい城なんで、城の改修もしっかりやっていきましょう。で、あと城下町で何が作れるかとかもちょっと見ておきたいんですが、こうやって見るとあれか、資源的に鉄とかがない感じかな、稲葉山ざっと見た感じとなると、お金を貯めて鉄とかを買っていくっていうのが基本的なスタンスになりそうなので、となると投資が重要になるな、特にお金系ね。
そしたらまず金ヶ崎に出兵していくことになるかな。金ヶ崎に出兵をして、でその後一条谷かな。ご命令くだされ、先月の収支です。でお金もお米もいっぱいあるので、あとは人材が揃ってくれば全く問題ない感じになるかな。盤石な構えにはなりそうですね。まあ本当に楽しみではあるんですけど、今年はねもう対一辺倒な感じ、遠征としては、まああの奥さんとのね旅行はもちろん健全旅行というふうに僕も呼んでますけど、男友達と行く、あるいはソロで行く旅に関してはね、ちょっとエロ系の海外遠征になるわけなんですが、今年はもう対一辺倒なんですけど、来年あたりはね原点回帰という意味ではマカオ、まあ僕ワンダリングルフィッシュですというふうに名乗ってますけども、まあマカオ、これがね僕の原点ですからね、マカオ行くなり、あとフィリピンもねすごく暑そうなんですよ。なので来年はフィリピンにも行ってみたいなとも思うし、まあ、そう考えるとね今からすごく楽しみですよね。木材不足になってきてるので、まあ、ここで木材を買うか、一旦ちょっと取引で木材と鉄を購入しておきましょうか。そしたらでこれで回収で4層天守にまではしておきましょう。もうこれでほぼほぼ稲葉山に関してはマックスに近い状態にできたんじゃないかな。なので、まあ来年はフィリピンは絶対行きたいなと思ってますね。今年はもう、まあ6月、8月、10月、12月と残り4回タイに行く予定なので、まあ今年はもうタイを満喫で、来年はフィリピンにも手を伸ばそうかなっていう感じですね。で何度かお話している通りですね、海外遠征先でも実況の収録、ゲームの実況の収録はやっていこうと思ってまして、今だとですね海外に行った時にやっている企画があって、ご存知の方もいらっしゃるとかもしれないんですが、一つが、過去の信長の野望作品全部やるっていうね、企画をずっとここ何回かタイに行った時にやってまして、今回もその続きをちょっと検討はしています。で、じゃあそれが何かというと、今で言うとですね、今考えているのが、今回まあ、6月に行くときにプレイしようと思っているものがですね、まあ、信長の野望の小生録と、あとは烈風伝、さらには蒼天録革新、このあたりをですね、次回の6月の大遠征の時にはプレイができればいいかなというふうに思ってますんで、過去の信長の野望作品全部やる企画シリーズ楽しみにしていただいている方、あるいはその過去の信長の野望ってどんなもんだっけっていうのね、興味ある方いらっしゃれば、ぜひぜひそちらの方も、覗いていただければなというふうに思っています。さあでは稲葉山城の兵力も1万を超えていますんで、そろそろまずは金ヶ崎の攻略に入っていきましょうか。まあ、総力戦で攻めていきましょう。ここに関してはもう一気に金ヶ崎を踏み潰すという覚悟を持って、兵21,800を持って出陣していきます。
で、敵の兵力は3400、味方は2万なので一気に踏み潰しましょう。まあ、ここを無難に落としてさえおけば、まあ、間違いないでしょう。ヤスケはじゃあこっちから攻め上りましょう。で、長政が救援できたか。これも叩いておきましょう。まあ、さすが長政だな。こちらの兵もだいぶ削られてますね。ただこれで長政を挟み撃ちにできるはずだ。よし、これで金ヶ崎を落としたので、このまま一乗団に攻め入れるだけの軍勢が残ってるかどうかだな。数で言うと、まあ、数で言うと十分残ってるので、一気に一乗団にまでなだれ込みましょう。兵数で言うとまだ2万近い軍勢は残っているはず。佐久間隊もこのまままだいけますよね。義達だけは帰らせましょう。で、ここで満を持して稲葉山からも兵を出して、これで一乗団には決着がつくかな。そろそろね、切り取り次第にしてほしいぐらいなんですけどね。まだ切り取り自由にはなってなさそうな感じかな。まあ、一刻も早く切り取り自由にして領土を拡大して、いつでも老いを乗っ取れるような状態にしておきたいんですけどね。始めます。先月の収支です。
施陣しよう。腕が鳴るぜ。さあ、一乗団には総力戦になりそうだな、お互いの。いや、数で言うと全然足りてないな。朝倉義景自ら出てきていて、兵力は2000、味方がもっと少ないもんな。2700。これでどうかなっていう感じかな。朝倉が300まで兵を減らしてるので、これで落とせるかどうかって感じかな。始めるぞ。これが戦の作法よ。我らが攻めに耐えきれるか。我らの攻め耐えてみせよ。これで決まりだな。忘れてやろう、我が戦を。敵城門突破しました。城門を破壊しました。戦の仕方を教えてやる。やってくれる。行くぞ。いや、だいぶ兵の数は減らしたけど、まあなんとか落とせるかな。いや、落とせないかなっていう感じかな。落とせなかったか。まあ、ただ五詰めがさらにいるので、これで落とせるでしょう。朝倉の討伐ができれば、もう今川が天下に一番近くなりますね。で、これで大元節祭の、守護イベントですね。これで節祭が死にましたね。まあ、節祭を自分の配下に加えていなかったので、まあ、問題はないですけどね。報告いたしますぞ。城代がいないと言われてもな。九条八幡にもじゃあ遠藤を送り込むか。敵将捕獲した。
さあでは兵は返していきましょう。出陣します。我が戦お見せしましょう。よっしゃ、材料については切り取り自由だな。ってことは、あ、材料に関しては残っている城は清水山城だけか。ただこの清水山城は絶対に我が手で落としたいところですね。はい、というわけで朝倉攻略をご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。